岩田は空気を圧縮するコンプレッサーや塗装機器を中心に製造販売をするグローバル企業です。国内には横浜本社、秋田工場、福島工場の3拠点があります。2019年11月9日この3拠点が合同で従業員家族や地域住民の方を対象にしたイベントを開催することになりました。これは当社として初めてとなる試みです。このイベント今秋田、福島、横浜で全員26名チームがいるんですけども、楽しく成功させるっていうのをこう私たちだけじゃなくて全社にも広めていけるように心がけていきましょう。うちの会社ってやっぱり B2B の機械を作っているメーカーっていうことで、なかなかこう世の中に知ってもらう機会っていうのがもともとすごく少なくて、ただその働いてる中で働いてる人だったりだとか、まあ、会社だったりだとかいいところがすごくたくさんある会社なのに、もっと知られてもいいのになっていうふうにずっと思っていたところがあって、すごくいいチャンスをいただけてるなと思ってます。飲食の担当している菅原です。こういう企画だったりとかを自分でやって、いろんな人を巻き込みながらやっていくっていうようなことが、ちょっともっともっと苦手だなと思ったので、ちょっとこういう機会に挑戦してみようかなと思って参加することにしました。飲食でいうと、ちょっと衛生的な問題があってなかなか自分たちだけでできなかったりするので、そういった中でいろんな人の話を聞きながらを進めていくっていうところがちょっと今苦労してますね。太田です。この夏休み前までに工場でアネスト岩田ファンの中でアネスト岩田の中を皆さんにどうやって見ていただくかっていうことを企画しています。具体的にはスタンプラリーをやってみようかとか、このイベント自体が本社だけでなくって福島工場や秋田工場の皆さんと一緒に作っていくっていうところがなかなかこれまで経験することがなかったので、そういったことを通して一つのアネスト岩田としてのイベントを作り上げられるっていうことは面白いなと感じてますし、やっぱり僕も福島工場さんですような缶バッジなんていうのは僕も見たと思います。アトラクションチームのやってる内容なんですけれども、出し物っていうんですかね、来ていただいた皆さんに楽しんでもらうようなアトラクションというものを考えております。アネステータってこうやっぱり塗装系が有名なので、なんかそのウォールペイントじゃないですけど、そういったものをやろうとか、そういったことを検討しているチームになります。せっかくの機会なので、秋田の人を横浜とか福島の人にもっと知ってほしいなっていうのがあって、秋田工場での出し物としては、まず第一にボディペイント、エアブラシを使って、実際、皮膚にペイントして、そのペイントを楽しんでもらうっていう、そちらの方に今考えてます。アトラクションチームのリーダーの栗本です。普段の業務だとあまりいろんな人と関わるっていうことは少なくて、割とこうパソコンの前でずっと仕事してるんですけど、このイベントの企画になるとそれと真逆で、こういろんな人とこうコミュニケーションを取ってやっていかなきゃいけなくて、結構そういうところは苦労したというか、全然顔を知らなかったりとかコミュニケーションを取ったことないメンバー同士っていうのがたくさんいるので、そこは拠点の垣根を全然気にせずに積極的にお互いコミュニケーションを取ってもらえると、もっとこうチームとしていい仕事ができるんじゃないかなと思います。はい、太田です。はい、白田です。あ、あ、秋田から来たんですけど、交流がない、部署が違う、仕事に関わらないから、こういう機会があれば楽しいなと思います。皆さん、今日
今日まですごく協力をしてくださった方も本当にたくさんいらっしゃって、そこまで準備をしてくださった方もたくさんいらっしゃるので、まずは協力をここまでありがとうございました。で、何かトラブルがあればすぐに報告をするようにしてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ準備に入ってください。では案内人としてちょっと騒ぎの感じを出すために元気ですか？こちらリストバンド3名分。はい、ありがとうございます。どうですか？たくさん来られた時にてんやわんやになっちゃうのでその辺が大変ですね。かわいい。お客さんにも楽しんでもらいたいですが、僕自身も精一杯楽しみたいと思います。今回そのイベントのコンセプトが We are fun and fun ということで、自分たちも楽しんでお客様にも楽しんでもらうというところがイベントのコンセプトだったと思うんですけど、その点については自分たちも 120% 楽しめたと思いますし、来てくれたお客さん、特にお子様はみんな本当にいい笑顔で本当に心から楽しんでくれたなというところで、目標が達成できたなと思ってます。どれかでしょうか？思ったよりお客さん来てくれて嬉しいです。当日は私が内定者と内定者の家族を案内したんですけれども、敷地を見ていただいて、こんなに広かったんだっていうことを知っていただいたりですとか、私も実は両親を呼んで来てもらったんですけれども、やっぱり安心したって言ってましたね。初めて入ったので、あ、こういうとこで働いてるんだねって、本当にいい会社に入ったねっていう風に言ってくれました。なんか楽しいイベントがあるって言ったんで、家族で楽しめたらなと思ってきました。来年行きたい人？はーい。手作りで。そうですね、当日お客さんが来てくれるまではなかなか実感が湧かなくて、本当に大丈夫なのかなっていうのもあったんですけれども、実際でフードの方もほとんど完売するような状態で、皆さん美味しいって言って食べてくれたので、とても良かったと思ってます。社内見学ツアーを始めさせていただきます。外に向かって技術が発生して、でここでは3つ のノズルが、ウェブでこういったイベントをやってることを知りまして、なんか本当普段こう触れることがないものをこうやって遊びながら経験できて、大人にとっても子どもにとってもいい経験だったかなとは思うので、当日のお客様の、入り用とその回す人数っていうのが合っていなくて、で、他のちょっと余裕のあるところからちょっと人にお願いして、ちょっとこっちに回ってくださいとか歩き回って声かけまくって、で調整をしてました。はい、じゃあ準備ができたらタオルを持っていただいて、こういう近所の方も入れるようなイベントをされてる会社なの、なんかすごい印象がいいですね。一日社員証作りは、最初は特に従業員のお子さんが多かったんですけど、いつもの顔じゃなくて、あ、この人こういう笑顔するんだなとか、赤ちゃん抱っこしてるっていう、なんかそんな意外な姿を見れたりっていうのもすごく楽しかったですし、すごい近所に住んでるんですけど、なんかそうやって地域の人にも優しい会社っていいなって、はい、また来年もあったら来たいです。近所なんで、ちょっとなんかそういうイベントがあるっていうのを見て、ちょっと楽しそうだなと思って来てみました。大人でもちょっとなんか驚きがあって楽しかったですね。小学校でチラシをもらってきたんだよね。うん、なんか明るい会社なんだなって思います。
あ、近所に住んでいるので、お知らせを見て来させていただきました。こんな会社があるんだなって、ね、ぜひ将来、ね、お願いしたいです。思ったよりも盛り上がって、本当にいい雰囲気でこの1日過ごせたなと思います。楽しかったです。皆さんの喜んでる顔が見れて。子供たちの反応がすごく良くて、僕もはしゃいじゃいました。やっぱりなんか日常、そのやっぱ僕も福島工場って事務的なやり取りはするんですけど、なかなかその人の人間性っていうか、どういう人なのかっていうのはあんまり知らなかったんですけど、こういうイベントやるとどういう人なのかっていうのがすごい分かって、でそれが逆にまた日常のなんか業務の中で効率が上がったりとか、仕事が進みやすかったりして、そういう意味でもすごい良かったなっていう。やっぱいろんな方、いろんな方の来てくれたんで、自分的にはすごい嬉しかったですね。まあ、たまには業務から離れてこうやって喋りでお客様方の笑顔を撮っていくのも悪くないかなって思いました。大変なこともすごく多かったし、辛いなって思ったこともあったんですけど、メンバーのみんなが頑張ってる姿を見ると、ああちゃんとやんなきゃなっていうふうに思うので、個人的にはすごく励みになりました。皆さん楽しんでくれてよかったんじゃないかと思いますよ。お子さんの声がとか、笑顔が見れて、非常に良かったです。今日やって良かった点と悪かった点、横浜秋田の人たちとまた話し合って、もっとより良いイベントが開催できればいいかなと思います。その1回目でなんか全然やり方もわからないし、うんうん、でリソースというか、まあ、手伝ってくれる人もどれだけお願いすればいいかわからない状況で、うんうん、その企画のスタッフだけでやってて、結構いろんな従業員の方をもっと最初から巻き込んでいけば、うんうん、もっともっと良くなるんじゃないかなと思います。あ、でも本当にまあ、いろいろね、準備が大変だったと思いますので、特にスタッフの皆さんは本当に大変だったんですけど、まあ、無事に終わってよかったと思いますね。皆さんに本当にありがとうと言いたいと思います。ありがとうございました。でも今私たちがこういうふうに感じた人のその垣根がちょっと低くなったりだったりとか、みんなの笑顔を見れたとかっていう経験が、例えば次やるときにもっと人数増やしてやりたいじゃない、来年そしたらもっといいじゃんと思った。